このランボルギーニオープンカーか仕事終わりでそのまま来ちゃった。ごめん、もうちょっと目立つね。ほらもうみんな見てるわ。会社の人じゃない？はい、始まりました。おはようございます、よろしくお願いします、ね、ということで今日なんですけど、まだうちのね世界一できる嫁シリーズということで、ちょっと今日なんですけど、そのママが現役の OL なんですよ。ちょっととあるところで働いてます。で、働き終わりに迎えに行くわっていうことで、なんか買い物がなんかしてるんですって。時間合わせてるからお互いね、まあ、ママはまあすぐどこか行くねんけど、とりあえず迎えにだけ行くと。で、迎えに行くのはこのランボルギーニオープンカーってこの格好で行ったら、職場の人とかね、やったらその近職場の近所ですから、みんな出てくるでしょ。でめっちゃ恥ずかしいんじゃないかっていうのをね、ただただママに嫌われていこうのコーナーです。愛情が深すぎるんで、たまにはこういうなんか冷たいところを見せていってね、押して引いてですか、やっぱ恋愛。それちょっと一個告知させていただいていいですか。こちらなんですけど、あの小麦の禁断少女なんですけど、新しく、こういったサービス始めました。これちょっと見えます、ピント合ってますか。これなんですけど、商品買っていただいたらこういうのお配りしてますと。この動画公開した以降ですね。で、このハッシュタグをつけてもらって、まあ、インスタだったりツイッターだったりで投稿してもらえれば、こちらでいいねを押しに行きますと。僕 の、 あのアカウントで。おだからなんやねんって話なんですけど、この全店舗で やりますんで、これは全国で今ある12店舗ぐらいですかね、購入いただいたらこれお渡ししてますので、よかったらこれハッシュタグつけていただいて、今後もね、たくさんご協力いただければと思います。ということで、ちょっとまだ時間早いですけど、今日ママあの早帰りということで、15時からにはお迎えということで、場所渋谷。渋谷これで走りますか。俺ももう俺がもう恥ずかしい。その後はちょっとね、ママと2人でカープールみたいなことをしていこうかなと。見たいでしょ俺の嫁。いや見たいです。見たやろ。お前みたいなさ、女と触れ合わないような人生に生きてきてるようなやつら、で俺の嫁見たやろ。いや見たいです。どんな感じかもう分かるでしょ。俺の嫁のあの感じ見たら、実際俺がどんな風に育ってるかっていうのが分かるでしょ。ヤバいやつヤバいやつしか知り合えへんねんから、見たら分かるでしょ。あとコメント欄でね、この間ママと温泉行きましたよ、毎回演者が変わるってコメント欄あるけど、同じじゃん、ずっと同じママじゃん。見たら分かるやろ、ずっと同じだ。フォルムもどんだけ見る目ないね。声を聞いてくださいよ、毎回同じ子でしょ。声を聞いてくださいよ。まあ今回はカープールですから、結構多めに喋ると思います。コメの禁断少女、これは麻布十番店です。よろしくお願いします。行こうか。どこや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 、あの辺か。どこや、あ、ほんとお疲れ様です。ママごめん、ちょっとアルファードで迎えに行こうよと思ったけど、仕事終わりでそのまま来ちゃった。ごめん、ちょっと目立つね。もう閉めるのも忘れてたわ、急いでて。ごめんごめん、どうぞ。ごめんね、遅くなっちゃった。ごめん、なんかすごい見られてるけど大丈夫？俺ママじゃない、見られてるの。俺かな、見られてるの。大丈夫ママ大丈夫？すごい見られてるけど、職場の友達かなんか違う？え、会社の上司とか行ったら俺挨拶するけど大丈夫？すごい人群がってるけど大丈夫？本当に？オッケーオッケー。ママこれ荷物前に置いとこうか。あ、大丈夫？前に、いい会社の人に俺挨拶とか行かなくていい？それほんまに大丈夫？オッケー、ママシートベルトだけしてよ。はいはい。ここでちょうどロケしてて、そうそう、そのついでで、ごめんごめん、アルファードもあんねんけど近くに、ごめんごめん。え、なんか今から友達とご飯ってるんだよね。あ、うん、送るわ。この格好やけどごめん、着替える暇もなくて。いや、遅刻よりこっちの方がいいでしょ。ごめん、ほんまにごめんごめん、ちょっとカメラだけちょっと回っちゃってる、ごめん、ほんまに申し訳ない。行こうか、じゃあママ行ったとこまで行こうか。ちょっとこれもなんか故障してるというか、タイミング的に修理出してくるから、ちょっとこのまま走っていい？ごめん、本当にごめんやけど、ちょっとこのまま走らせて、ごめん。あ、行く？もう早く行く？待ってた、逆にずっと待ってた。あ、そうそう、俺待ちやったね今ね。あ、ごめんごめん、オッケーオッケー。さあ行きましょうか。ママ何、最初の人と何、ご飯大丈夫？送らなくて一緒に大丈夫大丈夫？すごい人見てたけど、ほんま無視してて大丈夫？旦那さんなんかめっちゃ態度悪いみたいになってへん？俺会社でやめてや、そういうなんかトラップ。いやいや、愛想いい方で言ってんねんから。ご飯か、いいね。何食べんの今日？今日は焼き鳥。焼き鳥、ああ、いや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 、懐かしいね。昔デートしてたこと思い出すね。ね、これね、オープンカーでね、あったもんね、オープンカーデート。ほらもうみんな見てるわ、会社の人じゃない？見てる人とか違う？どうしよういやー、顔出してるって嫌やね俺まだ大丈夫やもん、まだ恥ずかしくないもん。あれ、さっき買い物してたの？職務がそこやもんね。すごいねこれ、人がゴミのようにおるね、ママね。ねえ、ウォーキングデッドのゾンビぐらいおるよね人。すごいな、こんなに人おるか。人ってこんなにおるか。だったらちょっと多いわ。やだ、すごいな。ほら、青でも渡ることやめへんもん。危ない。なんて今から渡ってるもん青やのに。すごいね、これは危ないよ、完全なる違反やもん。すごいな、ほとんどの人はこれ人として意思を持って動いてるんですかね。目的もなく動いてんじゃんこいつらは。
泣きたけど、西山クリニックの看板あるよ。うわー、これは恥ずかしいね。結婚しましたの発表ぐらい恥ずかしいね。ちょっと天気も悪いし、閉めていこうか、上。今日ね、会社の人と何人ぐらいでご飯なの？4人。4人で。焼き鳥食べて。そうか。楽しそうやな。OL のコミュニティ楽しいでしょ？うん、楽しい。楽しいやろうな、そういうの。俺あの、湯道にまたいるやんか。俺、絶対従わへん、決めてんねん。ほんまにほんまに。間違った大丈夫。一回閉めようか。青になった。くそくそくそ。ママ、ごめんごめん、ママ、だいぶモザイクやから大丈夫って。オープンカーの醍醐味やね。、うん、この時期が一番売れるから、この車。オッケーオッケー、ママ、ちょっとほんまに、はい、うん、オッケーオッケー、閉めるわ。すごい。ママ、そんなに嫌や言うと閉めるわ。でも暗くなったよ。ちょっとやらしい感じになるね。それもなんか懐かしいね。車の中でなんかやらしい感じになるもんね。暗いのが前提やんか、車って。ね、明るかったらおかしいねんから、いらんやねんけど、電気つけたら。ちょっと懐かしい、若い時でそんなんでもなんかちょっとだと思うね。若い時はというか、その付き合い当初の話よ。そういうのあったわ。まあ、じゃあ送るわ。ありがとう。いやー、今日も仕事したわ。でもいろいろ今日生放送で、ラジオやったからさ、クソみたいな内容やけど、まあラジオ自体に偏見がやっぱあるからさ、俺はやっぱりマオにはいつも言うけど、クソみたいな内容やったけど、まあまあ出るかと思って出たよ。すごいつもりなかったな。まあこれでも住所入れた方がいいんじゃないかな。住所わかる？住所わからんか。え、どうすんのじゃあ。何を目的で俺は行けばいいの？何を頼りに行けばいいの？頼りに行けばいいの？千葉の方やなみたいな感じ。まあ住所わからへんほんまに。駅の方で。東京出てこないの？何このな。東京都目黒区。目黒区。住所なんだろう。目黒駅にするのかな。目黒駅、あ、中目黒。目黒駅ね。OKOK。これいいか、これいいか。これやね。じゃあ、これ閉じちゃった。分かれへん、これ操作の仕方が。お腹減ったな。俺も焼き鳥それ呼ばれようかな、一緒に。ダメ。なんで？え、びっくりした。ママのギャグ出た。ダメダメなわけないねんから、旦那さんやねんから。出た、ママのギャグ。参加はダメ。そんなわけないのに。おもろいボケやで。道的には合ってるわ、もうこんな感じや。中目黒な、イケてるサラリーマンとかが飲んでるイメージ。恵比寿、中目、渋谷では飲めへんのじゃないかな、そのママが働いてるようなハイクラスの職場の人は。代官山とか恵比寿とか中目目黒に行ってるイメージ、うん、飲みにね。西麻布ってなるとちょっとまた違うよね。西麻布に行ってるサラリーはちょっと柄悪いの方やもんね。まあ六本木も一部場所にあるけど。え、なんていうとこ焼き鳥有名？知り合いいるよ、中目で焼き鳥屋さん。ほんまにほんまによく飲む知り合いで。中目今着いて早くない？大丈夫？ちょっと早いちゃう。何時からもうの？7時。ああ、ちょうどええんちゃう。めっちゃ楽しみにしてきてるやつみたいな時間帯の入りがね、入りの時間が遅れるよりやつって。はいはいはい、この辺ね。いやー、この間温泉旅行行ったやんか。次どこ行こう、旅行。子供とはよう行ってるからね。どこ行こうか。韓国行く。あれ、ワクチンなしは行ける？行ける。ノーワクチン一回もんね。ノーワクチン韓国行くか。韓国で1時間で行けば、もうこんなに熱海行ってるノリやもんね。韓国って1時間には行かれへんけど、ちょっとパパ大げさに言っちゃうから、いつも持っちゃうからな、パパいつもやね。この癖治れへんね。ちょっとでも自分を大きく見せようとしちゃうねんな。なんでそんなことすんねやろ。治れへんね、これほんまに。もうすぐや。次韓国行く？行きたい。密着で。チェック。チェック。韓国とか台湾とか、そのタイとか、あの辺は YouTube でもちょっとおるからね、視聴者が。台湾かな。空港降りた時やっぱ声かけられるもん。ママに前言ったけど、大阪のホテルコンチネンタルいつも泊まってるとこ行ったら、タイかなんか視聴者が見てて泊まってるのよ、くインスタで。それで今日泊まりに来たんですって、ばったりジムだったの。すごい。うわ、すごい覗いてるわ、この人見て。すっごい覗いてる。絶対そうやろ。おかしいやん、もうすごい目合ってるもん。バックモニターとえらい見てくるな、こいつ。すごい。外国人の人すごい見るもん。日本に行ってる外国人の人なんかみんなお金持ちで、こんなん当たり前に乗ってるんかなと思うけど、やっぱ東京が一番こういうのが走ってるらしいから。珍しいってやっぱり。信号長ない、これ。
YouTube 見る前に流れる CM ぐらいイライラするな、これ。次、右か。なるほどな。はいはい、この辺ね。おしゃれなエリアやな。道路広い。開発も進んでるし。最終的にどこに住みたいの？今、あそこに住んでるやんか。どこが理想？その子供のことも考えて。でも、県外でもいいよ。タマプラとか。タマプラ？どこそれ？どこ？双子玉川の方。あー、なるほどね。世田谷は人気じゃないの？世田谷。確かに行くのも帰るのも遠い。いいところだけど。六本木まで30分やもんね。ちょっと遠いよね。それは六本木を中心に考えてね。ここでしょ。中目駅着いた。逃げるように帰っていったな。